もうめちゃくちゃ頭が良くて、こうなんか情報を集めたりだとか、なんかコンピューターを使っていろいろねやってくれるっていう、もうめちゃくちゃ頼りがいのあるキャラとなっております。でそこに頭をうまいことグッとね、はい、入れてあげると、はい、ヘルメットをかぶせてそのままガチッと閉じると、いやなんかクロッカーだけねめちゃくちゃかっこいいんですよね。なんかもう戦士感出てますよね頭をグッとね、この膝から下これを曲げてあげましょう。こんな感じで腕を閉じて爪を出してくるっと回転させると、今までレビューした他のアニマルトロンと並べるとこのような感じになっています。ミニフォースの他のロボットと並べるとこのような感じになっております。やっぱり目立ちますね、すごく。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ミニフォースアニマルトロンよりアニマルトロンクロッカーです。それでは見ていきましょう。ということで最近このねミニフォースのアニマルトロンシリーズの動画いろいろ出してますので、合わせて見てみてください。で今回は女性戦士となっております。この輪にですね、クロコダイルからこのロボットにねこう合体するっていうものになってまして、でこのキャラですね、この女の子はルーシーっていう名前です。はい、でこんな感じで横反対側がこうなってますね。で上で裏こんな感じで、猫とかですかね、キツネ、まあ、猫とかそういう狐っぽいやつだと思います。でそれがこの、クロコダイルと合体するということで、早速開けていきましょう。このね見た目結構面白いなと思いましたね、第一印象。さてそれでは、はい、取り出していきます。中身を取り出すとクロッカー本体とルーシーと武器と説明書が入っております。でこの説明書は開くとこのような感じで、ルーシーとの合体のさせ方とこのロボットモードからアニマルモードへの変形のさせ方が載ってあります。ということで早速まずはこちらルーシーから見ていきましょう。ルーシーの見た目はこのような感じになっております。今までレビューしたエージェントたちと並べるとこのような感じになっております。この頭から下は全て共通のねこの造形になっております。で今回ベルトの色は紫ですね。で顔はこのね耳みたいなのがついていて、こう可愛らしくなっているという感じですね。で今回ももちろん可動がありまして、こう頭が回るのと腕、そして肘で手首の回転で足の根元と膝がこのような感じで動かすことができます。でこのルーシーの劇中でのキャラなんですけれども、基本的にもうすごく優しくて、でこう仲間たちが喧嘩とかを始めるとそれをこう仲裁したりだとか、であともうめちゃくちゃ頭が良くて、こうなんか情報を集めたりだとか、なんかコンピューターを使っていろいろねやってくれるっていう、もうめちゃくちゃ頼りがいのあるキャラとなっております。それでは次はクロッカー見ていきたいと思います。クロッカーのロボットモードはこのような見た目になっております。どうでしょうか。いやめちゃくちゃかっこよくないですかね。これこのカラーリングもこの、ピンクっていうのだけ見ると、ちょっとね、もしかしたらそこは好みが分かれるかもしれないんですけれども、この黒とこのゴールド合わせてるところとか、なんかこう高級ブランド感とかなんか高級感があるのと、あとなんかちょっとどことなくお姫様感、なんかクイーンっぽさがあるかなっていう気がして、ここのなんかこう金色ゴールドにこの真ん中水色のこういうちょっと、宝石っぽかったりとか、なんかめちゃくちゃこのクロッカーのデザイン自分は好きですね。でこの胸にはこのワニの顔がねガツッときてるという、このもう全部もうこの体全部ワニの顔で覆ってるみたいな、これも面白いですしね。いや素晴らしいなと思いますね。で可動を見ていきましょう。可動まず肩がこう下がる、っていうのと、この腕が上がる、そしてこの肘がしっかり回ると。で、肘を曲げることもできて、手首も回転します。で、次足、こんな感じで前後ろで回転はなく、で膝も特に曲がらずですね。で、この足首がクリックで、はい、こんな感じで角度をつけることができます。もう結構この腕周りの可動がもうめちゃくちゃ優秀なので、もうそこだけでもういいですね。もう足はね、まあ、あんまり動かないですけれども、しっかりとこの角度をつけて、こうしっかりガチッとね、こう地面につけることもできると。素晴らしいですね。で、それではこちら、このルーシーとクロッカーね、合体させていきたいと思います。まずはここのこのパネルをパカッと開いて、でこのワニの顔をグッと持ち上げます。もうこの見た目もね、面白いですよね。獣人っぽくて。で、ここにこのルーシーを入れてあげます。ちょっと腕を畳んであげて、でこれがちょっとね狭くてクリアランスがねあれなんですけど、こううまいことこうグッとね、こうまず太ももからこう足をねこうグッと入れてあげて、でこの隙間からこの頭をいい具合にこう入れてあげると。あ、でそういえばこっちあれですね、バイザー位置を開くんで、開いておきましょう。グッとね開いて、でそこに頭をうまいことグッとね、はい、入れてあげると。でこうしたら入ったらこの顔を閉じる。でここパタンと閉じて、この顔の部分に、はい、ヘルメットをかぶせて、そのままガチッと閉じると、これでルーシーとクロッカー合体モードになります。どうでしょうか。このもう前全部がワニの顔になってることによって、このワニの顔を上げるだけでここに空間が生まれるという、この変形というか合体のしやすさっていうのもいいですよね。あとダイナミックさで、武器が2つありまして、今までのやつ武器1つだったんですけど、このクロッカーだけ2つあるという結構豪華な仕様になってまして、この、まあ、なんかランスのような、なんか槍っぽいような、ソードっぽいようなこの武器がついてます。でこれ持たせられるのと、シールドですね。シールドはここですね、この肘とこの手の甲というか、この2つ2点をここに組み合わせることによってしっかりとガチッとねこうはめることができますと。いや、なんかクロッカーだけねめちゃくちゃかっこいいんですよね。なんかもう戦士感出てますよねこんな感じで。でこれを、はい、こんな感じで逆にこっちにもうそのままガチャッとねこうくっつけることもできると、こうデカランスにねすることもできると。いや、これまたね拡張性ありますよね。で劇中だと基本的にヒーラーっぽい立ち回りをしてまして、仲間を回復させたりだとか、状態異常を直したりだとか、あとは仲間をこうなんかバフ効果をかけたみたいな、なんかねパワーアップさせたりだとかしてるんですけれども、ちゃんとこの武器使って戦ったりだとか、あとパンチとかね殴ったりもするっていうね、何でもできるようなキャラになってましたね。でこのクロッカーのキャラとしてはそうですね、仲間を助けるっていう感じで、なんか特殊能力なのか分かんないんですけど、ルーシーとテレパシーで会話みたいなのができる、お互いの居場所がある程度把握できるみたいな能力がありましたね。それでは一旦このルーシーを取り出しまして、はい、ここからグッとね取り出してあげます。ちょっとこの狭いのでそれがちょっとやりにくい感はあるんですが、はい、うまいことね取り出してあげまして、それではこのクロッカーをロボットモードからアニマルモードに変形させていきたいと思います。まずは武器を取り外しましょう。武器を取り外してあげたらはい、これをこの頭ですね、まずこのパネルをパカッと開いて、で上に持ち上げます。でその時にこの頭部はグッと下にこう収納してあげます。で頭を上までグッと持っていくと。でそしたら次足いきましょう。この足は根元が回る曲がるわけじゃなくて、ここですね、この太ももの部分が、はい、クリックで2段階カチカチっとね曲がって、こうある程度まっすぐになります。でまっすぐにしてあげたら、この膝から下、これを曲げてあげましょう。こんな感じで、でそしたら裏面ですね、この背中のバックパックをグッと後ろに持っていって、はい、反対側も持ってくると。でそしたらここに、ここの白いジョイントに、このシールドのここのジョイントですね、これをカチッとね組み合わせてあげます。こんな感じで、でそしたらこのトゲトゲをグッとねバチッと上に持っていくと、こんな感じでね持っていきます。でそしたら尻尾を取り付けてあげて、頭をグッとね取り付けて、でこの腕を畳んで肘を曲げて、で爪を出してあげて、ぐるっと180度回転、反対側も腕を閉じて爪を出してぐるっと回転させると。これでクロッカーアニマルモードになります。どうでしょうか。めちゃくちゃ長いんですよね。いやで個人的にやっぱこのクロッカーがロボットからビースト、アニマルへの変形が結構面白いなと思いましたね。結構細かい変形をね各所してるので。であとやっぱりこのアニマルトロンシリーズで思うのが、この武器の取り付け方がうまいなと。なんか結構武器ってこの体の外にこうなんか銃をこう取り付けたりとかっていうのもあるじゃないですか。そういうのじゃなくて、しっかりその動物の体の一部にこう溶け込ませてるっていうのがねうまいなとね思いますね。で口がしっかり開くと。あ、でこの成形色なんか若干ラメっているんですよね。そこもなんだろう、この可愛さとこうかっこよさの両立みたいなのがうまくできているのかなと思います。で今回ももちろん、なんとね今回このハンドル可動式なんですよね。でこう可動して出てくると。でそこにこのルーシーをもちろん登場ねさせることができると。こうやってうまいこと曲げてあげて、ここに腕をハンドルに持たせてあげますと。こんな感じで、でまあこうですね、こうやって、はい、あ、うまいこと乗りました。こうやってね乗らせることができると。素晴らしいですね。今までレビューした他のアニマルトロンと並べるとこのような感じになっています。やっぱりこのピンクがもうめちゃくちゃ目立ちますね。そしてこの長さっていうのがもうこのライオンの2倍くらいねありますからね。いやこれはいいですね。それではこのクロッカーをアニマルモードからロボットモードに戻し変形していきたいと思います。まずはこの上のハンドルですね、これを畳みます。でこの尻尾を外してあげて、でここのシールドも上にねグッと、はい、引っ張って外してあげます。でそしたらこの足、このクリックで、はい、戻してこの横のトゲを開きます。でここの上のパネルをグッと開いて頭を下に下げてあげます。でそしたらここの穴にこのバックパックをねガチッとはめてあげますと。そしたらくるっと反対向きにして、この足クリックで横に開きます。でこの肩もクリックで開いて、腕を下ろしてあげて、肘を伸ばして、この爪を畳んで手首をくるっとね回転させますと。反対側も、はい、肩、腕下ろし、膝、肘曲げで、このね爪をねこうぐるっとやって、はい、回転させてあげますと。でそしたらこの内側にある頭をぐっと上に持っていってあげて、このボディにね顔をつけてパネルを下ろしてあげると、これでクロッカーロボットモードになります。ミニフォースの他のロボットと並べるとこのような感じになっております。やっぱり目立ちますね、すごく。でこの大きさが、まずクロッカーはだいたい 18.5 センチくらいで、このルーシーは 10.5 センチくらいになっております。ということで今回のミニフォースアニマルトロンのクロッカーとルーシーのレビューいかがだったでしょうか。最初この見た目見た時になんか派手だけど実際どうなんだろうとは思ってたんですけど、実際触ってみたらもう最高でしたね。変形も細かくて面白いし、でもまあやりづらい箇所はなく、で可動もしっかりこう腕がね動くっていうのと、武器もちゃんとついてるっていうので、いや最高だと思いますね。今のところ自分このアニマルトロンの中で一番好きですね。まあということで次回はこちら5人目この緑色のねゴリラになりますので、ぜひこちらも楽しみにしていてください。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。